線形結晶無酸素銅は1980年代頃に日立電線株式会社によって製品技術の発表がされた音響用途向けの無酸素銅である。同純度は99.996%以上で酸素含有量は午後10時以下を満たすとされている。LCOFC は理論上同結晶を大きく成長させることによって結晶境界に起きる。 信号伝達ロスを少なくしたケーブルを形成することができるとされている。ただし、この製品に関する特許が認められなかったため、特許庁長官を相手取って同社は、訴訟を提起したが、控訴までしても東京高裁平成4年11月18日の判決、事件番号平成2年261号で、敗訴し、特許は成立しなかった。なお、 現在は販売されていないが、同社では音質が変わらないことを認めたわけではないが、ビジネスとして成り立たなくなったとコメントしている。2016年現在の時点で LCOFC が採用された製品としては JVC ケンウッドから発売されている、ごく一部のオーディオ用、アナログラインケーブル、およびデジタルオーディオ用同軸。 ラインケーブル、映像機器用ケーブルに見られるのみとなっていたが2017年末までにすべて生産完了となり、LCOFC 採用製品は、明日ともに姿を消すこととなった。なお、2019年現在では、店頭在庫のみの販売となっており、順次在庫がなくなり次第、販売終了となる。ありがとうございます。